太陽系第二惑星金星。地球と極めて似た特徴を持ちながらも生命を寄せ付けぬ灼熱地獄と化してしまった星。人はその惑星をヴィーナスと美しくも気高い名で呼んだ。金星に投下した人工バクテリア培養機からの信号が途絶え、すでに1週間です。先日その調査に向かった無人探査メカまでが何者かによって破壊されてしまった。何者かって？金星の大気圧は地球の100倍、自転周期243日、気温は摂氏500度ととても生物が生息できる星ではありません。確かにその通りです。ですがこの灼熱の惑星には我々の想像も及ばぬ何かが存在します。硫酸雲の中ですね。探査メカが最後にステーションデルタへ送ってきたネオ X 線映像です。これじゃ何も見えないぜ。びっくりした。なんだ今の。生物ではない。それは保証するよ。これよりクラコフは金星の大気圏へ突入します。金星の環境は1000メートルの海に潜ると同じ条件だ。クラコフでも長時間の活動はかなり厳しいぞ。培養機のデータ回収には数時間もあれば十分です。ただし何の障害にも出くわさなければですがね。みんな無事に帰ってきてくださいね。あとは氷の女神に幸運を祈るだけだ。氷の女神？アイスヴィーナス、金星の大気改造用にマーク浅川博士が開発した人工バクテリアの名前だよ。人工バクテリアって微生物？浅川博士、この空が地球のように青く染まる日が本当に来るんでしょうか？確かに火星などに比べ道のりは遠い。でも私は絶対にやり遂げてみせます。そのためにもアイスヴィーナスの実験データは重要です。必ず無事に回収したい。これがヴィーナスたちの培養機か。なんか動画に出てくる夢の城みたいですね。そこで増殖したバクテリアたちが金星の大気を改造し、この黄色い灼熱地獄を緑の楽園へと変えてくれる。まさに人類の未来にとっては夢のお城だよ。一体何が起こってるんだ。巨大生物の襲撃です。早い、まるで大気中を泳ぐように。生物はいないって。神様に祈りは通じなかったってことか。総員戦と廃止、怪物の攻撃からクラゴンを守るんだ。嘘だろ。ダクソ、ちゃんと狙ってんのか。ちゃんと狙ってるって。でも当たんないんだよ。大気圧がレーザーの照準に微妙な誤差を。だったら追尾式ミサイルで仕留めてやるぜ。気圧に押しつぶされた。この星の環境も俺たちには第二の敵ってわけか。大現地損傷。このまま攻撃を受け続けると外傷が持たない。最悪の場合はまともに攻撃できない証拠、勝ち目はない。リオ、全速力で奴を振り切れ。ラジャー、まだ追いつかれる。ネオマキシマ候補なら無理だ。エネルギー充填が間に合わない。じゃあどうすれば。アスカ、後部ミサイルを先端発射しろ。弾幕を割れ。ラジャー、リョウ、それと同時にサブエンジンを点火。ラジャー、全速力で浮上しろ。それじゃあここでは我々が不利だ。一時大気圏外へ脱出する。今だ。ここまでは追ってこないみたいね。何にしても助かったか。でもないです。何？さっきの攻撃で船体の各部に激しい損傷が。
それじゃあ金星の再突入は。クラーコフの外装が持ちません。確実に大気圧に押しつぶされます。帰還する。それでは実験データの回収は。残念ですが断念するしかありません。もし培養機のデータを失えばこれまでの研究が全て無駄になってしまう。頼む、もう一度だけ検討してみてくれ。きっとまだ何か方法が。ガッツイーグルなら何とかいけますよ。アスカ、俺も逃げ出すのは反対です。培養機の投下地点は金星の夜の側なのよ。視界ゼロの闇であの怪物に襲われでもしたら、この星の大気中じゃイーグルからの脱出すらできない。出直すしかない。今回はリスクが大きすぎる。リスクが大きい分達成感も大きい。それにどんな危険にも立ち向かっていく、それがネオフロンティアスピリッツじゃないですか。とは言ったもののさすがにビビるぜ。あんたってほんと救いようのないバカね。見送りにもっと優しいセリフはないのかね。冗談でしょ。おかげで私たちにまでバカが伝染したわ。まさかお前に説教されるとは思わなかったよ。さあ行くわよ。遅れて迷子にならないでね。そっちこそな。心から感謝するよ、コーダ副隊長。礼ならあのバカどもが帰ってきてから言ってやってください。さすがに操縦桿が重い。それにこの暑さときたら。培養機投下地点まであと少しだ。各機マイクロは探査レーダーセットオン。変ね、培養機の識別ビーコンが感知できない。近くまで来れば信号が拾えるはずだって。あの博士適当なこと言ったんじゃ。なんてことだ。やはりあの怪物に破壊されたのか。アスカ、クラーコフへ戻るわよ。アイスビーナスの識別信号。でもこれはおかしい。信号の発信源が俺たちの真上から近づいてる。どうなってるんだ。なんで識別信号があの怪獣から。怪獣め、雲の中での借りを返すぜ。ダメだ。やはり大気の影響で正確な攻撃ができない。怪獣は氷の女神たちの突然変異体かもしれない。何ですって。人工バクテリアの環境適応システムが増殖中に予想外の進化を遂げた。それしかこの異常事態は説明できない。しかしなぜなんだ。人類の夢の城がなぜこんな恐ろしい結果に。各機すぐクラコフへ帰還するんだ。逃げてもすぐに追いつかれます。それに大切なデータの回収がまだ。アスカ、データ
たなどもうない。怪獣を倒してその破片を持ち帰ります。今後の研究に絶対役立つはずです。君の気持ちは嬉しい。でももう終わったんだ。私の研究は間違っていた。氷の女神たちはこの星の呪いを受け恐ろしい怪物へ変貌してしまったんだ。博士、夢を簡単に捨てちゃダメっすよ。夢、夢がある限り人は前に進めます。どんな困難にも何度でも挑戦できるはずです。アスカ、だから終わったなんて言っちゃダメだ。仕業か。地球人類よ、聖なる宇宙を汚す愚かな侵略者たちよ。コスモネットにまたスフィアからのメッセージが介入しました。なんだと。もはや警告は無意味だ。もうすぐお前たちも知ることになる。その者たちの偉大なる意識を、その大いなる安らぎを。大いなる安らぎだと。わけのわかんねえこと言ってんじゃねえ。お前たちの方こそ侵略者だろうが。動きが鈍い。たとえダイナでもこの星の特殊環境で戦うのは苦しい。リョウ、カリア、ダイナを援護するんだ。ラジャー、ラジャー、ダイナ。
ライブならこの大気の中でも動ける。タイプではパワーが出ない。完全に自由を奪われて超能力が使えないんだわ。今のダイナは攻撃を避けられない。リオ、カリア、何としてでもスビアを撃ち落とせ。やっちゃう。ダメだ、正確にロックできない。ダイナだって同じ条件で戦ってるんだ。根性で撃ち落とせ。気合いだ、行け。当たれ。ロック。よっしゃやった。ミラクルタイプでもあんなパワーが出せるなんて。案外俺たちの根性が届いたのかもな。ヴィーナスたちがきっと呪いから解放されたんですよ。氷の女神、その名の通り美しいな。宇宙はまだ人間には計り知れない領域です。私たちが追い求める夢は本当に正しいと思いますか？今はまだ分かりません。ただ夢を見ることができる人間的ものが私は大好きです。副隊長、ただいまよりクラーコフに帰還します。アスカはもちろん無事っすよ。博士、今回は残念だったけど
この星にもいつか本物の雪を降らせてくださいね。もちろんさ、未来を共に信じ戦えるパートナーたちがいる限り私も夢は捨てたりしない。で見た愛と恐怖が蘇る。決して倒せぬ不死身の怪獣、愛は奇跡を起こすのか。次回ウルトラマンダイナ、チュラサの涙、お楽しみに。